もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。先日の会見にてジャニーズ事務所はスマイルアップへと社名を変更しました。心機一転の再出発を図った旧ジャニーズ事務所。そんな会見の後すぐに大きいニュースが舞い込んできました。 V6 の岡田准一さんが11月30日付で旧ジャニーズ事務所を退社することが発表されました。岡田准一さんといえば現在俳優として大活躍され、旧ジャニーズ事務所の中でも稼ぎ頭の一人です。そんな岡田さんはなぜ退社するのか、退所においてジャニーズ事務所との確執はあったのか、今後岡田さんはどうするのか、いろいろな謎を調べてきましたので最後までご視聴お願いします。今回岡田さんが事務所を退所される一番の要因がジャニー喜多川さんの性加害問題だそうです。ジャニーズ事務所のホームページにて公開された岡田さんの退所に関する文章は以下のように書かれています。今回の決断はこの度の子ジャニー喜多川性加害問題に起因しておりますので、本来所属タレントを守らなければならない弊社が会社の問題により所属タレントである岡田に苦しい思いと苦渋の決断をさせてしまったことに、岡田に対してはもちろんのこと、ファンの皆様やお取引先様をはじめとするステークホルダーの皆様に対しても大きな社会的責任を感じております。ジャニー喜多川氏による性加害問題により CM 打ち切りなど多くの面で岡田さんに悪影響が及んでおり、このままでは岡田さん自身もまずいと考え退所に至ったようです。事務所に対する影響がタレントにまで及んでしまったら、将来のことも考えると退所し個人でやっていく道を考えるのは当然ですね。1995年にバレーボール応援グループ V6 としてデビューし、神戦のメンバーとしても活動し、輪になって踊ろうや Take Me Higher など大ヒット曲を次々に出されますが、森田剛さんの事務所退所を機に2021年にグループは解散しました。またホームページにて公開された退所に関する文章はこう続いています。岡田自身、ファンの皆様に辛い思いをさせてしまっていることや、将来にわたってご一緒くださる関係者の皆様にこれ以上ご迷惑をおかけしたくないという思いが強くございました。加えて自身の年齢やこれからのキャリアを考え、より一層ものづくりや演じることを追求していきたいというビジョンを抱いていたことも決断に至った理由となります。グループ解散後は岡田さんは俳優として映画やドラマに出演されます。現在も NHK 大河ドラマ「どうする家康」にて織田信長役として出演されています。 V6 としての活動を終え、長く俳優として活動されてきたこともあり、実績は誰もが認めています。そのためジャニーズ事務所を退所しても今後も俳優の仕事を続けていくのでしょう。俳優としてこれまで大成功を収められているのは事務所の力もあるかもしれませんが、岡田さんの高い演技力が評価されていることも大きな要因であるはずなので、退所しても仕事がなくなる可能性は低いでしょう。しかし現在岡田さんが出演されている日本特殊産業は今後ジャニーズ事務所所属のタレントとの契約を期間満了をもって更新しないと発表しています。アサヒグループホールディングスも8月に今後の CM 起用しないことを公表しています。今後もジャニーズ事務所と企業側との CM 打ち切りの話は出てくると考えられ、所属タレントの給料にも大きく影響してきます。これまでにいろんな CM やドラマに出演され、岡田さん自身大きな蓄えがあると思いますが、年齢は43歳と若く、今後の人生を考えるとジャニーズを退所し個人で活動し CM やドラマの仕事をされる方がメリットが大きいのではないでしょうか。ホームページにて公開された退所に関する文章はこう締めくくっています。岡田より思いを聞き話し合いを重ねた結果、今回の結論に至りました。これから岡田が望む環境で長く活躍できることが最優先されるべきであり、弊社としましては
今後の活動を陰ながら応援をしたいと考えております。これまでもアイドルから俳優へとキャリアチェンジした自分だからこそ、弊社に残ることで後輩にできることがあるのではないかという考えから、共に会社を良くしようと様々な提案をしてくれた岡田に対して心から感謝いたしております。俳優部門のエース格である岡田さんの流出はジャニーズにとって大きな痛手になりそうです。このことによって推測されるのが、これをきっかけにジャニーズ内に広がっていた退所は逃げという風潮が変わり、所属タレントの退所ドミノが起きるのではないかと言われています。人気実力ともにトップクラスでベテランの域に達している岡田さんが退所を決断したとなれば、他のジャニーズタレントが対処しやすくなるだろうと指摘されています。岡田さんと同じように俳優業が中心になっている生田斗真さんや風間俊介さん、木村拓哉さんあたりは性加害問題で仕事に大きな影響が出ていると見られます。彼らが岡田さんに続く可能性は決して低くはないでしょう。さらにジャニーズ内に蔓延していた対処は逃げというムードによって、対処を言い出しづらくなっていた若手ジャニーズたちが雪崩を打つように事務所から去っていく恐れもあります。ジャニーズ事務所の社名が変われば、ジャニーズブランドは消滅することになり、それも事務所にとどまっているメリットを薄めてしまいそうです。また岡田さんはジャニーズ事務所を退所後は個人事務所を設立し、芸能活動を続けていくそうです。岡田准一さんと同じようにジャニーズ事務所を退所され個人事務所を設立された方は多数います。これまで岡田さんは俳優として輝かしいキャリアを残されているので、役者のお仕事や CM のお仕事もやってくるのでしょう。そして滝沢秀明さんが退所後設立した TOBE とのエージェント契約を結ぶ可能性が高いのではないかと言われています。その理由としては3つあり、元 V6 の三宅健さんがいるジャニーズ事務所入所同期の滝沢さんが社長をしている TOBE とエージェント契約を結ぶことができます。まず V6 として20年近く一緒に活動されてきた三宅健さんがいることはとても大きなポイントになるでしょう。仕事はあくまで俳優がメインとなりますが、 V6 として、そして神仙として一緒に芸能界を走ってきた三宅さんが同じ事務所にいるだけでとても心強いでしょう。そして同期入所の滝沢さんが社長を務めている安心感も大きいのではないかと思われます。ジャニーズジュニア時代は一緒の寮に住み交流があったそうです。また 2B の特徴としてエージェント契約を結ぶことができます。つまり 2B と契約を結べば個人で仕事を探す必要がなく、 2B が企業に営業をかけ仕事を取ってきてくれます。そのため岡田さんは俳優の仕事に集中することができるのです。またジャニーズ事務所のように仕事を強制されることもないので、自分で仕事を選ぶことも可能です。以上3点が岡田さんが退所後に 2B とエージェント契約するのではないかと言われる理由です。先日の会見においても質疑応答の際に特定の記者を指名しなかったりなど、未だにイメージが下がる一方の旧ジャニーズ事務所、今後も泥船と化していく一方の旧ジャニーズ事務所をいち早く離れた岡田さんの決断は正しかったのでしょう。今後は事務所の縛りもなく自由に活動する岡田さんの活躍に注目ですね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。